そんなとんちんかんな経済政策を繰り出し続けているのが自民党。25年の中で政権交代あったけど、交代しても2、3年でしょ。この25年の不況、この責任は誰にあるか。当然政治。その中でも権力を握り続け、それを自分たちで作り出してきた自民党、はっきり言えば万死に値しますよ。多くの人々を貧しくした。そしてこの国を衰退させた。消費税をやめる。消費税を廃止にする。それによって何が生まれるか。消費に対してかかっていたブレーキを、これをやめることになる。消費消費って何を言ってんの。そう思われる方のために簡単に、消費とはあなたが物を買ってくださる行為ですよね。あなたが払ってくださったお金は回り回って誰かの給料に変わっていきます。この消費が弱れば当然所得も弱っていく。この循環で25年この国の経済衰退していったんです。消費税をやめたらどうなるか。あなたの手元にお金が残ります。月20万円ほど消費する世帯、月20万円ぐらいのお金を使う世帯、1年間でどれぐらい消費税取られていますか。だいたい年間で20万円ぐらい。つまり消費税をなくせばあなたの手元にそれだけのお金が残る。その残ったお金どうしますか。すべて貯金ですか。一部は消費に回りますよね。誰かの消費は誰かの所得、その循環が戻っていく。